しな、まあ、法人市民税って何の意味、何なんやろな、この法人市民税ってその意味。施設とか道路とか使ってるやろと、そのいや法人市民っていう意味がわからないな、これ字のな、うん、市民、自分とこの市に法人があると。でこれはこれは法人府民ですね。府民と市民別ですか？別です。これ何県もみんな一緒、金額大体。東京、あのね、奈良とかはちょっと高いです。奈良高いの？高いです。これ一番安いです。奈良とかやったらここ2万1000になります。で芦屋市とかここもうちょっとしたりとかね、風と市でな、取って、だからいくらまでにしなさいよっていうのが言われてて、その間で自分ところのサイドで金額決めれるんですよ。大阪はまだ東大阪市もそうですけども最低ラインにしてるんで親切なんです。かつくわ。あ、いいです。待つまで。はい。何ですよ。はお前もう。あれ、法人にしといてよかったですかね、やっぱアンジェスの場合。不動産の場合。あ、絶対そうだと思いますよ。このレベルやったらな。はい、やばかったですよね、これ個人やったら。ほんま。絶対個人やったら。もう立ち打ちでいけんね、これ今回、ね。売却益とかでも、5年経ってなかったら、40% 取られるんですか。40%ね。これやばいですよね、絶対やめた方がいいです、まあ、おもり量が高なるけどな。いや、トータルの損得考えたら絶対法人、これ個人やったら、俺がこれ個人事業としてこの不動産同じ規模で、売上と物件の数と同じ規模でやってたら、個人やったら樋口さん月何倍でやってくれる？月じゃないんか、もう年1回これぐらいの規模だったらもう月々でやらないと、やらなかったんでしょ？どっちも追つかないと思います。でしょ？変わらないです。次何ぼでやるの？個人やったら。個人やったら変わらないですね。これやったら5万もらえます。ええ、税理士と税務署にやられまくりやな、事業所。いや、税理士あれですよ、そんなに利益ないですよ。ほんま？ええ、だって事務処理する人間の時給とかもありますし、でシステムって今めちゃくちゃバカ高いんですよ。取ってへんの？補助金とか助成金みたいなやつ取ってますけども、今まで5年に1回買い替えさせられるんですけども、今まで補助金なかったら800万とか1000万って言ったのはディスカウントして5、600万で買えたんですよ。で今回は補助金350取れるかっていうので800何本で買わされましたからね。だから結局こっちが払う金額は変わらないんですよ。何やったっけ、 IT 関連の補助金、それのもう向こうが申請もして全部やると。だ前500万ぐらい1000万800万1000万のやつが500万にして、で今回じゃあ500万で350引いて250で済むかなと思ったら、バージョンアップして850万ですと、値引きしても。で350万補助入って、もう あれでしょ、手数料ですよね、あいつらの。だから結局うちらが負担する金額が変わらないです。彼らの儲け分だけが補助金になってるんだから。あの補助金の申請もあいつらがじゃないとできへんの、やっぱり、できへんな、難しくてできないです。できないですよね、利権やな、ほんとあれも、なんか鬱陶しい。それも何回も失敗してましたよ。1時で出して通りませんでした、2時で出して通りませんでした、3時で出してとか、なんかいろいろこうやり方変えて、やっと3回目か4回目で通ったっていう話ですね。そのシステムは会計事務所で 1個入れるだけ。はい、江口さん違うやろ、会社がやるんやろ。でも負担かかりますよね、半分して払わされます。頭数で、はい、でそれにプラス毎月保守料って何十万って払わされてますから。保守もあんの？はい、毎月10万単位。はい、10万ですまで。その補充いんの、あんなもんに。アップデート、アップデートです。レセコンみたいな病院の、でアップデートとか不具合起こった時とかのその対応とか、分からないことのそのサポートとか、
それつけないっていう選択しかないんですよ、そもそも。10万超える単位。超えます超えます。10万どころじゃないです。そんなすごいシステムなんでも。と違うと思うんですよね、そこまでと。だから今まで、もう何なんかよく分からなってきた俺も。だからフリーとかああいうとこ出てきたじゃないですか、マネーフォワードとかね、うん、ああいうとこが出てきたんで先々は取って代わられるん違うかなと思ってるんですけどね。補助金って経済産業省、はい、なんか何のためにそんなことやってんのやろな。で今回のその導入はインボイスがあったかため、インボイスとあと5年刻みでその買い替えていかないと続けられない契約になってるんですね。なんかだからそのタイミングとインボイス対応って両方ダブルパンチで今回来たんですよ。ちっちゃい税理士事務所って答えるな。答えます、めちゃくちゃ答えますよ。なん、個人でやってるところなんてどうすんねん。個人でやってるところは余計な手間暇かかりますけど、フリーとかそういうのはやったりとか、他の市販の弥生会計とかですね、ああいうやつとか。ということは顧問料上げてもらわない方、同じ仕事の量が増えてんのに単価一緒ってことなんで、なぜ税理士もな、だから数少なくてシステムだけ高いんで結構利幅少ないですね、ちっちゃくやってたら。年は仕返しせなあかんな、ほんま。これほんまな、他もそうですけど、保守料ってえげつないですよ。まあ診療所、病院は可愛いな、でも考えたら1万とか2万やな、保守料。全然可愛いと思います。可愛いな、はい、俺逆に10万超える保守料言うときだ、もうやめじゃねえぜ、こんって言うもんな、もう保険やめるっていうもんな、そんな、すごいな。で、データを、その、何かあったら困るんで、毎日バックアップ取ってるんですけども、うん、で、テープ書いておくのめんどくさいからクラウドにしてくれって言ったら、容量によってまた毎月それで金取りますとかね、何でも金でプラスされていく。1ヶ月2回ぐらいアップデートするの、そんなせえへんな。状況になったら1ヶ月2回とか3回になります。変わっていったらな。今頃やったら今度の所得税の分変わるとかってなったらちょこちょこバージョンアップされたりとかします。これで次消費税改定とか言ったらもう怒り一心等やろ、言うてたのも。まあですよ、10% にするっていうか 8% 残したのはあれもう絶句ですからね。絶句やろあれ、何してくれてんねんって話で、なんであんなことすんねんやろ。で食料とかそんなん言ったのに新聞って言われて、なんで新聞だけ入ってくんのとかですね。必需品みたいな話になってくんねんな、新聞で。業界をここねじ込んだんですよね。ねじ込んだだけの話やな、はい、朝日読売がな、はい、経団連の力ってだけの話だな、うん、でも複雑回帰にどんどんなっていきますね。なってますね、複雑回帰っていうか、でも樋口さんの見てて分かる、もう意味不明になってるでしょ、もうなってますね。な、でその恒久的にこうするって決める分と、その措置法って言って2年間だけとかね、そういうなんかもう貼り付けみたいなやつをどんどんなんかつけるんですよ。ほんならもう何が得かどうしたらいいんかってみんなが分からんに煙に巻いてるみたいな感じで、そうですよ、で何か言われたらこんなことを皆さんのためにやりましたよ、こんなんやってますよとかっていうね、アドバルーンだけあげれると、やってること分かってへんのちゃうかな、やってる方も、もう付け焼き場っていうか、その場しのぎの対応してね、やってるだけなんだ。政治家は多分ついていけてないと思うんですよ。だから官僚のその専門の連中が言ってることをそのままこうやったら選挙に効きますよとか言われて、で、あ、それいただこうみたいな感じでやってるだけちゃいます、うん、ついていけてないと思うんですよ絶対、政治も。せやけどちょっとここまで来たらもう意味不明の極みやもんな、もう辻褄合ってんもんな、やってることがな、で一応ね、自民党から政府には今止まりましたけど、所得税減税とか言い出したじゃないですか、何言ってんねんって話じゃないですか、絶対やらんでしょ、やる。いや、自民党から岸田総理に出す提言書からは外しよったんですけども、それ入れてたんですよ当初。法人税は下げるんちゃうかな、また法人税これ以上下げれますかね、結構下がってますよ。でも法人税下げたら消費税上げるな今度また。経団連の力強いもんねやっぱりね、
でも消費税あんまり上げるとね、あの年金生活者生活できなくなるんですよね。もう今でも困ってるんじゃう。今でも困ってて、当然ね食料品とか生活必需品消費税かかってくるんで、うん、あの可処分所得は当然彼らが一番効いてきますからね。応えてるよね、生活保護もな、広く浅く消費税取りますんで。体感としてはやっぱ 3% 超えてますよね、インフレ率。俺 4% ぐらいあるんちゃうかなと思う、もう油入れたら、うん、きついでこれ、まだ上がるからね、もう運送屋さんなんてアップアップしていくんちゃうかな、原油まだ上がるから。原油は上がりますし、2024年問題あるじゃないですか、あの労働時間とか厳格にするとか。そうそう、で中東やるで、やりだしてるでしょ、ドライバーも減るし、ガソリンとかは上がるし。そうです、だから今までの宅配のシステムはもう持たんと思うわ、あのわがままで不在票入れて電話してまた持ってこいとかな、もうああいうやり方はあかんわ。やっぱりもう玄関の前に置いとくっていうシステムにせなあかんわ、かわいそうやわあれ。そうですね、あ無駄に油炊くだけやし、ドライバーさんも大変やわあんなことやっとったら、まあ今までのあの便利さがおかしいけどな、あまりにもな、やりすぎやわな、で今まではね、それなりに、まあ、あの宅配業者とかも料金取れたりとかしたんですけど、もう叩き合いになってめちゃくちゃ料金下がったじゃないですか、アマゾンとか楽天とかいろんなとこがね、やったるからこんだけディスカウントせえとか、きついこと言って、それ受けんかったらよそに逃げると思ったら、どんどんみんな受け入れていってたんで、もうそれもいよいよ限界違うかな、そりゃそうなのね、ドライバーなるやつがおらんなって言ったらそうなるわな、そうなりますね、値上げせざるをえんよね、それドライバーのやっぱ給与上げたらんと成りておらんもんな、なんか外人にやらすとか言うてるでしょ今。そうなんですか、あの置き配のシステムを良くするとかっていう話は、出てますよね、なんか鍵付きの袋があって、それでそれに入れて OK とか、それなんな自己責任やわな、注文した方の、それドライバーのせいとか売り手のせいにするのが間違ってるわ、外国製やからね、買い手の問題やからな、届けんのざらやからね、外国製別に、品物なくなったりとかね、届く方が当たり前と思い込んでる日本がおかしいわ、やっぱり、だから基本的に玄関に置いとくシステムですから、自分で責任持ってくださいよっていう世界に変えなあかんわこれ、おかしいわあまりにも。でもう一つあるのが、その宅急便とかの業者とがおって、その先にアルバイトみたいな、そういう最後に配達する人らがおるじゃないですか、軽自動車乗ってるやつら、でそういう人らに何かトラブルがあった時に責任がっときますよね。そうなんや、置き配とかやったら置いてなかったとか、置いてたけど壊れたとか、個人でやらせるんですか、会社責任となんと、お前ちゃんと置いたかとかね、ウーバーと一緒ですよ、やってること、だから全部責任はその弱いところに集中していってしまうっていう。ほんでまた成り立たないようになるわ、で最後外人にやらせろってなんね、もっとひどいことなんね、そうですね、そのままやってる、自分の家そのまま荷物持って帰る、一回それぐらい味わったやねんな、日本の人も、ちょっと今までがおかしいもん、もう恵まれすぎててね、やっぱりサービスが、もうでも誰の目が見ても運送は限界来てますよ、もう。そうですね、あまりにもえぐいわ今、でその比重に来るとかいろんなね、作ったじゃないですか、あれで余計ね首絞めてますよね、やっぱり競争は良くないよな、あんまりそういう競争ある程度でねやらんと、利益、適正利益を出すかな、しっかり取れる状態でやらんと、人が雇われてる人が苦しむばっかりやわ、もう限界はな、これ、それこそあの店舗あって、店舗に取りに来てくださいってはがき出して、そこに取りに来るシステムしていい方がいいかもしれないですね、近くの最寄りのですね、と思うな、もうそのホームのとこまでな、ベースのとこまではこう集めてくるけど、あとは自分で取りに来るぐらいにしといた方がいいよな、やっぱりもう、で取りに来へん人はそのプラスなんぼ払ってくれという形でね、やるとか、まあ運賃もまあ運賃も上げざるを得んないんだけど、アマゾンなんかが邪魔よなあれ。そうですね、全部しわ寄せは業者に行くでしょあれ、でね
さっきの話でインボイス10月から始まってるじゃないですか。で領収書とか請求書もらってその T から始まる登録番号があるという書類もらわないといけないじゃないですか、うん、でその時に引っかかってくるのが店行って領収書とかもらうのはそれ OK じゃないですか、うん、例えばAmazon とかで買うというふうになると直接もらえないじゃないですか、うん、だからその登録番号とかついてる書類をプリントアウトするとかっていう手間がかかるんですよね邪魔くさいですね登録番号そこもつけなあかんねんな。そうなんですよ。でそれは本気で全部網かけたら思ってんのあいつら。どこまで思ってるか分かりません。個人的には 100% そんな正解はできないと思います。絶対無理ですよ。ただ、ただまあ決まってやらなあかんってなってるからやってるだけで、こっちはしわ寄せ受けてるって感じですよね、余計な手間かけて、税収上がるんかなやっぱインボイスで多少。結構上がると思います。っていうのはね、今まで年商1000万いってなかったら、うん、それで払わんでよかったですから。でそれがそういう人たちがもうしっかり消費税取ってたわけですよ、お客さんから、うん、でそれがインボイスの番号取らなかったら男と付き合えへんとかって言われてインボイス取っていってるわけですよ皆さん。今消費税だけで何万あったっけ。消費税だけで年間何万あったっけ。半分ぐらいあったよな。4割近くあったよな全体のな。そうなんですかね。 1% で2兆円なんですよね、うん、言うもんな、はい、消費税部分が2兆円ぐらいか出てくんのかな。税収またそれインボイスでちっちゃいとこいじめて個人いじめて2兆も出る。2兆、まあでも仮に2兆出て22兆としても、売上自体が減っていくで。みんなもうこの所得税が落ちていくで、どん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 。そうですね、その辺のバランスはね ありますよね。なんか考えてないわなあいつら。だから自分たちの都合のいいところばっかり考えてやるんちゃいます。これ絶対売上落ちると思うわ。うん、そりゃそうですよね。その個人で今まで1000万以下でやってた人らが、まあ言い方悪いけど 10% くすねとったわけでしょ、はい、くすねてたっていう言い方悪いけど、もらって、まあ、消費税としてもらってたけども払ってなかった。払ってなかったと。だから今度網かけられるようになるでしょ、はいはい、過処分所得じゃないか、収入から 10% 減るってことですよね。今度そういうことになります。でしょ、600万でやって、まあ利益純利益600でやってたら100で500なんでしょ、はい、もっとちっちゃったら500の人が400なんでしょ。それえらいことやで。これ500の人はそうやな、400万なん。え、500万、500やったら450万、50万減ねんな、はい、大きいですよね。だんだん、うん、金額が低くなっていけばいくほど消費税分って痛いですよね、うんうん、ほんでインフレでこれ原油もちょっと上がっていってまだインフレ続いて、もうあと2年ぐらい続いたらこれもう生活できないです。 5%、6% のインフレになってくるんですよ、6% のインフレってすごいで結構、もうスーパー行ったら体感するで、 6% ぐらい上がってくると、うん、今でもスーパーとか行ったら分かりますね。高いです、特に海産が高いです、はいはい、うん、僕ら船乗ってるからよく分かんな、ね、い油あんだけ上がったらもう漁師大変なんですよ。あ、まあ、そりゃそうですよね。一回漁行ったらかなり、ね、もう出れないんですよ、合わないから、はい、うん、これはちょっともう海のあの貝とか魚すっごい値段になってきたかな、はい、やっぱ俺、もうええ加減にせえよと思うな、ほんま僕らまだええか事業者や、まあ、俺年金の人どうすんのかなこれと思うわ。年金の人はほんまにどうしてか分からないです。入ってくるもん一緒でしょ、だってね。どっちかというと減らそうとされてるんですか。減らそうとするでしょ、うん、で消費税増えたらね、当然買い物同じだけしてもその分 2% 消費税増えたらその分上乗せして払わなくてはいけませんし、で医療費窓口負担またね、上げてくるからな、うん、お年寄りもな、これはちょっと弱いもんいじめやな、もうほんまもんの。だからあれでしょうね、もう行くとこまで行ったら生活保護に転がる人大なるでしょうね、そっちも絶対いいじゃないですか、医療費もね、個人負担なくなりますし、もうだから大企業はな、大企業でな英明してるやろうけど、中小企業個人零細ちょっとどっか開き直れとこタイミング来るんかもわからんな、あれにもええわって感じになるんかもわからん。そこまでやられんやったらもういいわって、税理士でもなってるんじゃやっぱもう
ちょっとええ加減にせえよっていう感じはあるんですか？ええ加減にせよとはみんな思ってます。うん、手間ばかりかけさせやがってと。でそれがね、明確にみんながようなって、未来がようなっていくっていう、ええないもんな。なんか付け上げばやってるだけやもんな。そうです。先のビジョンが全然見えなくて、全くないもんな。はい、その場その場でどんどんコロ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 やってるもんな。はい、いつまで続くんかな、こんなことしてんの。まあ、続かんよな、こんなこと絶対に。とりあえず、なんか岸さんがうろうろしてあるんで。続かんのよな、こんなことやってたってな。いや、ほんまお年寄りいじめようなこれ。国民年金だったら月6万4、5000ぐらいですよね、せいぜい。生活できないです。だから二極化の様相が際立ってきましたよ、もう。まあ経済的にもそうやけど、その考え方的にも、さっき言うだけ言うと、医療の考え方も、さあお金なかったら保険で抗がん剤打つしかないからね、がんになった言われたらもう、医者に言われるがまんまに、それはね、その自由診療でそういう先生のところを見てもらって、で神主さんにも話聞いてもらったり、自然農法の農家とも話聞いてみたりとか、それにとってお金という言わないとできへんもんね、言い方悪いけど、なんちゃかんじゃ。お金なかったらできないですからね。移動もせなあかんし、なあ、経済で命が関わってくるな、こんなんなってきたらもう。そもそも医者行くのも控えるんじゃないますか。1割負担って言っても痛いですからね、年金生活者とか。思いますわ、それに2割負担までやられたらもう、もうたまったもんじゃない。もう我慢していかへんと。いかへんなると。まあそれはそれでありよな、下手に医者行くよりも自分で運動するとかな、もうちょっと健康的に生きるとかってしてやらなあかんわな、やっぱな、医療費ばっかり使って、行かんでしょ、井口さん、医者なんか行く、年に何回行く？私はね、しょっちゅう行ってます。しょっちゅう行くの？あの、持病があるんで毎月行ってます。年寄りばっかりやろ。でも私泌尿器科なんで、結構いろんな幅の人もいます。若い人もいます。でも医者はでもあれやで、あの歯医者さんじゃなしに、医者はリクルートかけたらすっごい来るで。見入れてないけど、めっちゃ多いっすよ今。そもそも当直嫌やとか、病院嫌やとか、しんどいの嫌やとか、もう今みたいなことやってるの嫌やとか、美容とかあんな自費系やりたいな、やっぱ医者もな。あ、まあそれはそうですね、若い人ほど。未来ないと思ってますよ。だもんな。そうですね、若い医者さんとかでもね、たまになんか自殺とかされて問題になってますよね、過労死とかで。だから将来自分がそれで食っていけるようなことを勉強したいみたいな医者が多いですよ。まあ医者の世界まだ遅れてるけどな、やっぱりな。来期やな、ほんとにアンジェスな。まだ来期1年いけそうやな。で、さっきのインボイスの話でね、もう一つ落とすのがありまして、あのカードの利用明細あるじゃないですか、あれに領収書をつけてもらわんと、インボイスありかなしかわからないですね。カードの経費ですよね。あれ、別個にいつも領収書を束ねて出してますけど、ないやつもあるよね、確かにね。計上できへんってこと？費用に。費用には計上できるんですけど、商品税の計算に混ぜれないって話になっちゃうんですよね。混ぜてしまったらええんちゃうんですか？文句言われんの、樋口さんが。見つけられたら、これ登録番号なかったりとか。それは税理士のせい？事業者のせい？事業者の誰のせいとは言わないですけども、その分消費税差額分払えっていう話。もうそれは開き直って払ったらええんちゃう？いいですか。もうそこまでやってもらったらまた値上げしてくるでしょ。そうです。逆にもうそれやらんでいいから、ね、アンジェス下げてよ、ほんだら。いや、ある程度やらんと我々の信用問題になるんで。そういうことでしょ。税務署にお前ら全くやってないやないかと。でもな、そんなんでけへん、土台でけへんことやらしてるんでしょ。はっきり言うて、はっきりそう思うでしょ。土台こんなもんでけへんやろっていうことやらしてるでしょ、あいつら。100点は無理やと思ってます。でも80点ぐらいは頑張ってやらなあかんかなとは思ってます。カードの利用明細。不法収書紙つけとけと。だから、ホームセンターとかが
が領収書出してるやつだ、インボイス番号ってついてんの？ついてます。ついてんのやもう。ついてます、全部ついてます。コンビニも？コンビニもついてます。タクシーとか乗ろうとしたらインボイス対応とかステッカー貼ってますよ、大体。コインパーキングでもそうですし。SDGs と一緒で踊らされてるだけじゃないですか、これ。どこまで厳密にするかはね。俺なんか踊らされてるだけちゃうんかなと思うんやけどな。もうでも個人事業主の売上の1000万ないような人ってまだ意識してないでしょ、現実。そんなの認識してないところは半分ぐらいはおるでしょ。それから知ったこっちゃないわって思ってるでしょ。まあ、開き直ってる人もいると思います。なあ、でその開き直ってる人は最後どうなんの？開き直ってる、2、3年したら開き直ってる人は、うん、場合によっては大手相手にしてたら切られたりとかしてます。まあ、インボイス番号をお宅取れへんにやったら、うん、消費税分カットして請求してくるか、うん、それがあかんかったらもうお宅じゃなくてよそに頼むわ。そりゃそうなるわな、はい、うん、そりゃそうなるわな、はい、うん、それでもそもそも業務委託みたいな 人って俺やろ、はい、石田でも、はい、ある消費税取ってへんやんか、だってでも消費税ってそれ関係ないからな、取ろうが取るまいが関係ない話やもんな、売り上げ上げたら 10% 払えよっていう話やもんね。売り上げでもその消費税を課税すべきそのサービスとかものやったら払えって話ですね。業務委託はどうなの？業務委託でもその普通の外注って言われだったら消費税かかります。かかるでしょ。給与と同じでも束縛されて普通の給与所得者と同じようにな雇用形態になってたら払わんでいいと。だから業務委託っていう名前やったら普通は払わないといけないです。だからそれ嫌やったら給与にせって話ですよね。なるわな、なんか理屈で考えたどう考えたって消費税って預かり金じゃないよな、どう理屈で考えても。樋口さん俺に預かりっていうか俺は絶対違うと思ってるもん。まあ本音と建前ですよね。いやだって二重課税でしょ、単純に法人税の第二法人税みたいな意味合いですよ、うん、うん、だから法人税は費用とかなんじゃかんじゃ消してもうて払わんから消費税やったら取れるっていうやつでしょあれ、うん、預かりじゃないっすよどう見たって。あれまあ最後最終消費する人が全部負担するっていうそういう川みたいなこう流れになってるっていうあれなんですけどね、仕組みとしては。預かってるんやったら仕入れとか支払った分の消費税を相殺するっていうのもおかしい話でしょ結局。預かった分はそのままいけたらその分消費税払う分を減らすことができるわけです、うん、ですよね。でその次の打った先にバトンタッチするっていう話になりますよね。そのなんか変やよな。消費税は消費者から取ったらいいねんな、ダイレクトにな。消費者は消費税つけて払ってるじゃないですか、物買ったりとかした時に。いや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 、今頃もこれからやったら現金なしでスマホに変わるでしょ、変わるとしますやん、はいはいはい、全部が、はい、電子決済ね、はいはい、ほんで消費するたんびに税金取られていく形にしたいんですよね、国税から。消費税取られてる形になりますわね。300円の儲かって330円払うわけじゃないですか。で店じゃないですか取ってんのは。でその30円預かり分は自分とこが国に払う分で。だからその事業所に払わそうとするから話がおかしになるんでしょ。スマホやと直接取ったらいいんですよね。ピッだから300円のもん買いに行くじゃないですか、330円で出るじゃないですか、はいはいはい、お店に300円ピッってなって、はい、国に30円ピッって、はい、うわ取られたみたいな。ね、それまあ極論でそれするとしたらみんな事業者ですってやるんですかね、買う時も買う時。だから変に事業者に押し付けようとするから税理士も大変になるんでしょ、これ全部はっきり言ってこんなややこしいことになってるんですよね、まあ、いちいち事業者にまとめて払えとかね。税金は国にしたら取りやすいとこから取りやすい、取りやすいとこからそうなんですよ、それが大前提なんで。だから事業者なんでしょ、どうせ儲けてんねんからあいつらとこええやんっていう民衆が言うからそういうふうになってるんでしょ。そらスマホから30円国税ピーってなったら怒るよなみんな。
何してくれてんねんってなるでしょ。それは嫌なんですね、あいつら、うん、それから1ヶ月2ヶ月そう、例えばスマホでデータ出ませんやん、どこで何か今月何も買いましたって、はいはい、だから税金の部分ブワーって出てくるぞ、30円100円に150円200円300円とか言って、はい、で1ヶ月に1回30日締められて持っていかれるってなったら国民に変わるかな。まあでも今でも一緒ちゃいます。見たら330円とかなってて、だから30円消費税とかってレジとか見たら載ってるわけじゃないですか、うんうん、だからそれ足していったら、あ、こんだけ私消費税取られたんやって話じゃないですか。いやでも事業所にやらせるっていうのが変な話なんですよね。それ最初の消費者だけにやらせると、その売った買ったしてる間にその値段利益乗っけてくるじゃないですか、みんな、うんうん、そうするとその幅分がどっからもからも取られへんっていうふうになるんですよね、国からしてね。うん、そういうことになるんですよ、最後のところからしか取れない、うん、でもそれが消費税ですよね、ことの話としては。なんか変な話だよね。でも根本的には物の売り買いしたら取られるって話ですね、消費やから。そうですね、売り買いせんかったりってことですね、で売り買いでも土地とかその消費減っていかないものはかからないですよね。うん、俺なんか考えようがあるかな、これな、売り買いせんへんっていう方法って。これから新しい考えたら俺できると思ってんねん。ブツブツ効果ある、ブツブツというか、もう要は金動かさんかっていう話ですよね、うん、考える、本気でいっぺんウルトラシーを、うん、マネーが動かなかったらいいですよね、犯罪じゃないですよね、別に金動かしてないのか、金動かんでも、その例えば今私言ったブツブツ交換でも、うん、その時価っていうか時価とかがあったら、うん、その下がっ、あの事務長と私で、私は500円のものを渡して、うん、事務長が100円のものをもらったと、うん、でそうすると400円分下がってるじゃないですか、うん、だから私400円分儲けたという話になる、うん、何の、そんなこと言う。一応そういう法律はあるんです。そんなことまで要せんでしょ。やられます。あの不動産とかやったらやられます。ちっちゃなもんやったらやりきれないですけども、一応そういうのはあります。診療所の物販みたいなやつやったらありえるでしょ。でもマネ動かさんっていう方って物販で患者さんに渡して、で患者さんからは見返りは大根とか魚とか白菜とか、これ消費税取られる。まあ相手にもせんわね、税務署もそんなもん。それもありますけど、好きなようにやってくれって話ですよね。その物販の分仕入れた時に仕入れ業者に消費税払ってるじゃないですか、うん、だからそれが取り戻せないですよね。でもそれしゃあないですよ。でも消費税払わんでよ。まあ今言ったのはちょっと冗談で、大根、白菜、人参もらうとかな、はい、日本円は使わんかったらいいんでしょ、そこの中で。いや、ドルとかでも一緒ですよ。いや、ドルじゃないし、自分とこの通貨。円転とか、ああいう極論したら、そういうあれですか。うん、ブロックチェーンまではいかんけど、まあまあ、物があるんかないんかはしても、はい、自分とこのその通貨ですよ。うん。それはまあ、厳密にいけば適当に名前つけて、はい、厳密に言ったらそこは換算してやろうとするでしょうね。でもアホらしい大手にもせんでしょ、そんなもん。まあ規模とか金額にもよると思う。どっち誰が得したっていうかいう話じゃないもんね、法定通貨使ってないんやから。ありえると思ってる、絶対に。ただその法定通貨じゃないものをその域内っていうか、そこの場所では回してるわけです。何でもええさ、名前適当にね、なんかやった、なんとか、なんやったっけ、なんか適当に名前つけて、うん、なんかね、通貨の名前つけてね、で、はい、数字が動いてるだけなんですよ、はい、プリペイドみたいなこのカードの中で処理するわけです、はい、数字を、はい、数字をね、はい、だ数字はこっち溜まっていくよ、売り手やから、はい、こっちは、はい、お客さんは商品もらうでしょ、はい、だこっちはそのコンピューターの中にその蓄積していくわけです、数字がね、はいはい、でこの数字を最後どうするかって話ですよね。うん、これを円に変えるときにどうするかって話になってくるんですよ。うん、でもこの数字はこっちは数字はこっち売り手からしたら債権なんですよ。はい、買い手からの債務なんですよ、はい。これをどう世の中で使えるものにするかっていう話になってくる。これありやと思うんで、ほんまに出てくると思うんですよ。こんな
うん、ちっちゃいとこやったら無理やけど、ブロックチェーンみたいなの使ったら、うん、コンビニセブンイレブンレベルやったらできると思うんですよ、これ。でもそういうの考えたら多分国も抑えにかかる、抑えにかかる、抑えにかかる。ただ、うん、ちっちゃいとこでやってる分には、うん、ありやと思ってね。このスタンス、最後の数字をどうするかってやつやね。給料で出さないもんな、うん、これをどうやって給与に反映させるかみたいな、うん、どうです、ありえへんやろと思うやろけど、ありえると思うんですよ僕。もう法定通貨使わんぞっていう話そんなことすんねんやったら、あの楽天ペ、楽天ポイントとかそういうことちゃうんすか、あれ。楽天ポイントとかはポイント貯まってるじゃないですか、はい、あのポイントで何かを買えるわけですよね。ですよね。あれでもね、厳密にいくと、例えばポイント100ポイントありましたと、うん、でそのポイントで物を買いましたと、うん、今度はお金払わないじゃないですか、うん、そしたら法人やったらどないなんねんって話なんですけども、ポイント分は例えば雑収入で受けて、その雑収入分で買ったっていうことになるんですね。ポイント分は、ポイント分100ポイント付与されたら法人は雑収入で駅で受けないといけないですね。まあ法人がそのカード持っとったらな、うん、だから それ個人が持っててっていう形になると、個人のポイントで買って、で法人のものですよっていうふうになると、うん、お金払ってないんで法人の費用にもならないわけですよ、うん、ですよね、だ費用も何も関係ない世界ですよね。全然違うところにおるってやつですよね。そうですね、外の世界ですよね、はい、ルールの中の、うん、ありえるんですよね。じゃあそれすると法人として得しますかね。消費税払わんでぐらい、まあその100円のものをまあタダで使える、タダで消費できるっていう、そこだけですかね。うん、売り上げにならへんからちょっと困るんですよね、うん、うん、だからその法定通貨に変えなくても次に消費できるサイクルのネットワークを作らなあかんんですよ、やっぱ生きないっていうかな、うん、そのもうネットワークとかそんなの作るんだったら、ある程度規模はないと、そうなんですよ、あの作るメリットがない。そうなんですよ。である程度の規模にすると当然国は抑えにかかってくるんで、法律であのこういうケースは認められへんとかこうするとかってやられるんで、せっかく作ってももう同時に潰されるような形になっちゃいますよね、うん、だからただその法定通貨を貯めておくとか貯金せなあかんとかいう概念自体を消してしまえるネットワークの中ではできるんですよ。必ず消費するっていう数字を、うん、必ずその数字を消費するだけの世界で世の中が回ってればそれありえるんですよ、うん、もうビットコインも一緒だと思うんですよこれ、うん、現物持つ必要がなくて、現物の紙とかコインを持つ必要がなくて、貯めておくという概念がなくなってしまったら、それがくる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 回ってるだけですから、うん、それやったら可能になってくるんですよ多分。仮想通貨もでもあれですよね、その仮想通貨の問題なのは法定通貨とのあれが大きすぎるんですよ、このなんていうか上がったり下がったり上がったり下がったりがややこしすぎるんで、その評価が上がるとその分益で受けて、で税金払えとかっていう形にもなってきますもんね。だから法定通貨とリンクしてないっていうことが大前提になってくるんですよ、うん、法定通貨と全くリンクしてない、切り離された、ただ数字だけの世界です遊びの、うんうん、これやと俺ありえると。ただでっかいサービス、でっかいビジネスには なれないんですよ、必ず使わなあかんやつやから。だから逆に言うと半年過ぎると消滅するとか、サイクルがガー高回転で回るようにするから、意外と医療なんか俺できると思うな、病院のネットワークさ、あれはそういう先生らのその域内はそれで使えるみたいな。だからその代わりに10万ポイント20万ポイント円分持ってると使えないんで、もっと少量の3万円とか2万円をいつもチャージしててガーくる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 回ってるみたいな、うん、それはありえると思うんですよね。考えありますね、いろいろ。いや考えてる人おると思うで、みんな、うん、ネット IT 系は、うんうん、可能でしょ。ゆうさんめっちゃ楽になりますよ。あ
どうなんですかね、ネット系も結構税務職員もその IT 関連専門の職員とかおるよな、増えてきてるんで、そういう連中も日夜そんないろんなそういう取引とかをチェックしたもんですよね。だからそんなのはチェックしやすくなってくるのかなぁと、レベルも上がっていたちごっこになるような気がしますね。では顧問料3万3000円年間30万円分頑張らなかんな。どうやって頑張ろう。どん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 アンジェス赤字に追い込んでいかなかな。まだ来期はね。いや来期はもっとため、うん、赤字ため込んどかなかな。どん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 、はい、いつぐらい行きますアンジェス。勘で直感で プラテンしたぐらい。これで課税事業者になるじゃないですか、うん、課税事業者になって3年後ぐらいですかね。今来てもおもろないでしょこれ見ても。何にもおもろないと思います、うん、だから3年やってちょっと太った時でしょ、ちょっとこっちが太ってきた時、太って消費税課税事業者にもなったしっていうので消費税課税事業者になって1年2年3年分見ようかと、うん、太った時ぐらいな、まあそんなに太ってなくても3年見てまあ一見自分カウントできますし、そこで消費税の分で不具合あったら取れるかもしれんと、うん、ええ、まあ何も出てけんけどな、ええ、あとボートぐらいですね。話入れてますやん。何が悪いねんって言いますよ俺。一応その事業で使ってるっていうね、うん、いやそれ、でも壊れてんねんからしゃあないやろって、ええ、その辺は当然突っ込んでいきます。金額が金額なんで、永山会の車と同じでですよね、しょうもない腹立つ。樋口さん乗せてまた司会するとこ増えてもうたわ。